どうも、名人寺です。ここ数日仮想通貨の前回動画にも上げたんですけど、 30% ぶっ飛ばしたっけ、まあサーバーのダウンが原因なんですけど、いや、まあだとしても、まあ、簡単だと思うんですよ。そこでサーバーダウン、こんなわけのわからないサイトで やったら、こういう、なんだろう、まあ、損が出たっていうことで、もうそこでやめちゃうのも、まあ一つの選択肢ではあると思うんですけど、私はまあ、結局自分がサーバーの不具合であったり、注文がこう、殺到すると通りづらくなるよみたいなことを知らなかったのが悪いなって思ったので、ちょっと頑張ってみました。で、まあ、本当だったらフラットとか、フラットからプラスになってから、こう、動画を上げようかなと思ったんですけど、思った以上にやっぱり時間がかかったので、30% 上げるって大変なんですよね。1万円であろうと、100万円であろうと、パーセンテージは変わらないので、そこで 30% なくして、10日間で 30% 増やすって言ったら結構大変なんですよね。で、大変だなと思いながら、まあ一応、まあ今現段階で、確か大体10日前ぐらいだったんです。2日だったかな。2日にサーバーダウンしたんで、大体12時ぐらいですね。で、まあ、リサーチに時間を少し使っていたりとかもしたので、その分を減らしても、まあ大体10日ぐらいだと思います。でそれでまあ取引をして、まあこの再び遊んでくれって言ったね。でなんだっけ、あ、大体10日間ぐらいで取引数としては200を超えてます。200回ぐらい取引しました。まあ利益に なったものもならなかったものも含めて、で大体 30% だったので、あくまであれですよ、お小遣い金額に対しての 30% でも大切な、ね、お小遣い先代です。おかげさまで先は全然買えません。買ってないです。でその状態で大体 27%戻しました。戻したっていうか、まあ、勝手に戻ったわけではなくて、私はなんか、スイングとデイトレードと、まあ、両方できるので、その、なんだろう、なんか、どっかの芸能人が、なんか買って、CC のコインチェックとかに預けて、取り出せなくて、価値が半分になったみたいなことを言ってましたけど、あれはもうそもそも中長期投資はもう去年の中で終わってます。人のこと、人に言われてわけわかんないで買ったそいつが悪いです。はっきり言って。で、しかもコインチェックはもう、なんだろう。私、何個か大手のところ3つぐらい、ちょっと話達成しますけど、登録したんですよね。登録して、で、登録の段階でおかしいなって思って弾いた中の一つです。なので、私はコインチェックは使ってないです。で、違うところ使ってるんですけど。なので、こう、そういうこともわからないで、言われた前やって、で、買ったら上がるよ、いや、そんな、この壺高いよ、みたいなね。そんなに買って仮想通貨ダメだ、みたいな、なんか、えらい風評被害だなって思いながら、こう、メディアもひどいなって思っています。で、30% ぶっ飛んだ話にちょっと戻りますけど、で、まあ、戻して 27%、あと 3% ですね。ただまあ、あと 3% ちゃんとフラットに戻ったら、また、動画上げようかな、と思ってます。この仮想通貨系の。まあ、なんか、その間で、まあ今現段階で思ったことは、やっぱり、いや、ものすごい学べることは多いので、1000円でもいいからやってみればいいと思います。ものすごい。まあ手続き1ヶ月ぐらい私がやったところは測りましたけど、いや、めちゃめちゃいい勉強だし経験になると思いますね。面白いと思います。
それでもできたら本当ちっちゃい時からやってたら本当にこれだけで生活できる人出てくるんじゃないかなって私は思いますよね。なんかこうずっと最初に買ってホールドしてたでたまたま上がったっていうパターンじゃなくて、この乱高下してる中でチャートとかこう動向とか全部読み切ってタンタンタンってこう毎日何万円単位稼げるっていうのが俺は生まれてくるんじゃないかと思ってますけど、そういう人たちがいっぱい出てきたら面白いんじゃないかなって思ってます。メイン夜勤時でした。ご視聴ありがとうございます。まあなんかこうね、変なおっさんが 30% ぶっ飛ばしてそれをこう一生懸命今 27% まで復活させたんだよっていうこうわけのわからない動画を上げてるよっていう噂を流していただければと思います。噂が一番強いのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。メイン夜勤時でした。失礼します。